アマチュアゴルファーの竹林さんに来ていただきました。さっきちょっと打ってるの見させてもらいましたけど、はい、意外とこうレンジが広い感じです。そうですね、はい、正直どこに飛んでいくかわからないので、はい、右にも行くし左にも行くしみたいな。なるほど。ちなみに今スイング中の悩みとかってどういうところありますか。正直そのテイクバックでクラブをこうどこに上げれば正解なのかっていうのがちょっとわかんない。はい、なるほど、はい、まあ、まさにそういう方のために作ったみたいな練習器具なわけですよ、このスイングリードなんですけど、はい、じゃあこれを試しに振ってもらってよろしいですか。わかりました、はい、なんかこう、はい、後ろに倒れたりこう、はい、いろいろしてしまうんですけど、はい、これが正解なんですか。これは上手に振ると、はい、実は曲がらないんですように振れるってことですね、はいはい、曲がってしまう時点でクラブがそっち側にちょっと偏ってしまっている状態にあるので、はい、曲がらない位置に上げて曲がらない状態で終始スイングをしてもらうっていう練習器具になります、はい、じゃあテイクバックからトップにかけて、はい、ゆっくり曲がらないようにスイングしてみてください。ストップ、はい、じゃあちょっと戻してもらっていいですか。このタイミングで少し後ろ側にクラブが倒れたの感じ取れました、はい、そうですね。そうそう、なのでこの時点でこっちですね。あ、ちょっと立てたの、そう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 、あーです。でからトップに、はい、で左手の親指にクラブが乗るように、はい、はい、なってます。で一回また構えのところに戻して、はい、トップまで行ってください。そう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 、その向きです、うん、確かに親指にこう乗る感じはすごい、うん、さっきより感じ、はい、で今の上げるポジションって普段と比べてどう感じます？かなりこっち外側に来てる感じがします、はい、なるほど。竹林さんの場合は、はい、ちょっとクラブが寝た状態で上がってしまっているということですね。だから寝た状態で上がってしまうと今度このままだと後ろに倒れてしまうので、はい、それを補正しようと思って前に戻したりとかしながらエラーが発生してしまう。それでこう散らばって、そうですね。だからその戻し幅と、はい、まあ、どれぐらい寝ながら上がったのかっていうのと、それどれぐらい戻すのかによって球の出方がちょっと変わってきてしまうのかな、はい、なのでこの寝てるわけでもない起きてるわけでもないというこの境界線の状態をキープしながらスイングしておくと、はい、球が比較的安定してくるんじゃないかなと思います。ちょっとじゃあそこのこのこれが曲がらないところっていうのがまあ正解というか、そうです、ね、の正解というところ、はい、そうです、はい、分かりました、はい、あーちょっと倒れるね、おー、うん、そうそうそう、もう一回ちょっとやってます。結構違和感あります？ありますね、やっぱり曲がっちゃうんで、はいはいはい、やっぱりこっちこういう感じになる、そこら辺から曲がり始めるから、ね、この辺ですね、その辺から曲がり始める、はい、でトップにかけて、そうですね、もうトップの時はもう垂れた状態です、やっぱだからフラットすぎるんですよね、うん、もっとこう立てる感じ、こういう感じが必要、そうですね、左手の親指に来て、はい、で曲がらない状態で手首の形もこう、はい、でちょっとそれを意識して何回か素振りしてください。確かにこうフラットに引くと、はい、こっちのヘッドがこう後ろ側に倒れたりとか、はいはい、あとそれをちょっと嫌がってこう外にシャット気味に引くと今度逆にこうヘッドがこっち側に倒れたりっていうのがすごい、はい、分かるのでとても分かりやすいっていうか体感しやすいですね、うん、まあ、どっちかに曲がってるかっていうのがこう手の中で感じやすくて、はい、それをこう修正しやすいっていうふうに、はいはい、そういう特性を持ってるんですけど、そうですね、先ほどおっしゃってた、はい、そのテイクバックがどうやって上げていったらいいかわからないっていうのが、はい、あ、これはこっち側にやりすぎ、これはこっち側にやりすぎっていうのが比較的分かりやすいんじゃないかな、そうですね、後ろで取ってじゃないと分からなかったので、うん、まあ、これだとこれ素振りするだけでそれがこうどっちに倒れてるかっていうので分かるので、はい、まあ、すごい分かりやすい、はい、でちょっとそれを意識して振ってみてください、はい、そう、いい感じで当たりました、うん、
まあ、今はまだ、このスイング新しいスイングに慣れてないので、はい、ナイスショットをするイメージっていうのがこれから構築していくところだと思うんですけど、これを繰り返しやっていくことで安定感のあるテイクバックとトップで、それでインパクトまで揃ってくる、はい、そこからインパクトまで揃ってくれば球が一段階先にいくと思います、はい、ありがとうございます。頑張って練習します。お願いします。